皆様こんにちは中村九郎でございます、えー、夏祭りなにわ鏡、えー、この本当にあの大変な状況の中幕を開けることができてとても嬉しいですあのこの祭りの日があの消えなかったというのは私たち役者エンターテインメントの人間としても 本当にあの次に進むステップの1、えー、つになったんじゃないかなと思います、超楽しいお祭りをお見せしますので期待しててください、お願いします。中村篠介でございます、えー、ますずは 明日初日が迎えられること本当に幸せでほってしておりますえー、たくさんの思い出が集まったこの夏祭りなにわ鏡、えー、そしておかじをやらせていただきます30日まで一生懸命勤めさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします えどうもお尾上松屋でございます、えー、本当に皆さんがおっしゃるように、えー、まずは明日初日を迎えられるということが本当にありがたく思っております僕にとっても、えー、串田さんのもとで勘、えー、黒さん篠介さん、えー、とですね一緒に夏祭りをするということは非常にこうお思い入れ深いものでございますので、えー、なんとか公演ができるようにと願っておりましたので、えー、まずはその初日を迎えるというチャンスをいただきましたので、えー、最後まで皆さんに楽しんでいただけるようあとは 精一杯尽くしたいなと思っております、えー、なかなかいろいろな方々のかんお考えがあると思われますけれどもやはり、えー、演劇はそして、えー、なんと申しましてもこの夏祭りはですねやはりお祭りですあのねこの音楽音を私久しぶりにこういうお祭りの音を聞いたなとやはり腹の底に眠っている 人間の魂のの魂震えみたいなのがあるんでですねこれを聞くだけで元気になりますえ、まあ、こういう時代だからこそっていうところもあるのはまあベタかもしれないんですけれども、えー、人と例えば徳兵衛も黒兵衛も磯野城様だってみんなと血がつながってるわけでもないのに、えー、そういうふうな絆ですとか支え合いで。 つながっていける信じ合える愛し合えるっていうのはすごくなんか今こういう状況からだからこそ僕たちが命がけてやらなきゃいけないし逆に見ていただいたお客様にも感じていただけるところがあるんじゃないかなというふうに毎日楽しんであの舞台を務めるというか空間を楽しんでいる姿を見て。あ いい経験なんだななと思いました、はい、なかなかあの歌舞伎役者で、えー、こういう1から一、まあ、からとか0から何でもいいよ何でもやってっていう演出というか型というものがあってそこに心を込めていく作業っていうのをやるんですけれどももう0からもうど,うどう歩いてもいいしどっから出てきてもいいしっていう、あのー、演出を受けたっていうことが 彼の後々の人生に大きなあプラスなあものになっていくんじゃないかなと思いますしいろんなことを吸収して、えー、楽しんで、えー、自由に舞台空間に存在しているので、はい嬉しいですね親としても。